次です。竹田市に1箇所だけの子ども専門の診療所が10ヶ月以上にわたって診療ができていません。今日関係者が対策を話し合いました。竹田市役所で行われた検討委員会には弁護士などの専門家らが参加し、市から現状が説明されました。市内唯一の子ども専門竹田市立子ども診療所では、これまで診察に当たっていた医師が去年7月に入院したことで休診となり、10ヶ月が経った今も再開できていません。子どもを持つ竹田市民は、市をまたいで病院を受診しないといけないので困っています。やっぱり予防接種が気軽に行けないのと、週に3、4日でも開けてもらえると親としてはありがたいかなと思います。市は現在も休んでいる医師の復帰を待つのを前提とした上で、今後も運営体制について協議していくということです。医療の拠点施設でもありますし、同時に市民の命を預かる職場でもございます。市民の皆さんから信頼を得られる施設として再開を行っていきたいと。市は検討委員会からの答申を受けて、なるべく早く診療所を再開させたいとしています。